ネバネバ役ネバビープロミス黒です。というわけで本日も始まりました、約束のネバーランド考察チャンネルのお時間でございます。本日は月曜日ということでジャンプ会でございます。本日の表紙は約束のネバーランドと鬼滅の刃の動画を上げましたが、今飛ぶ鳥を落とす勢いの鬼滅の刃でございます。というわけで早速ですね、157話読んでいきたいと思います。今回の第157話は The World is Mine っていうね、珍しく英語のタイトル、この世界は私のものみたいな感じでしょうか。というわけで今回はソンジュの過去の回想から始まりましたね。そこの文字がですね、遠い記憶、陰死への教えと書かれております。ここはですね、子供の頃のソンジュが初めて狩りをしたシーンから始まります。そこでですね、死的な存在の人がいまして、お見事と、初めての狩りとは思えませぬ。それに対してソンジュがまだ生きている、こやつまだ生きようとしている。それに対して死のような方がですね、はい、それが命、命を狩るということでございます。みなされソンジュ様、すべて命、生きとし生けるものすべて神が作り出し尊き命、我々は皆命を狩り合い命をつないでいると、ソンジュに対して命の尊さを教えているようなシーンですね。そして狩りは狩り、すべて命は借り物、送られたものではない、すべて神から借りているものに過ぎないのです。だから敬意を払いなさい、自分の命にも他のすべての命にも奢らず分け合いなさい、そしてそれゆえに自分で神より借りて神に返すのです、と。これは我らの守るべき断り、これが我ら、とこしえの繁栄への道、王の子たるもの、それを決して忘れてはなりませぬよ。たとえ王にならずとも、王を守り、支えるために、はい先生、というね、過去の描写からスタートしました。ここの先生は、皆さん気づいてる方も多いと思うんですけども、以前に一度だけ登場した、お寺にいたあの鬼ですよね。関数で言うと12巻。12巻の第103話、あと一手っていうところのお話でですね、クビティダラで見たお寺に、やってきたわけでございます。そこで、長い階段がありまして、その階段を登ってる途中に誰かいるということで、何やら鬼がいまして、その鬼がですね、鳥のような鬼に餌を与えてるシーンですね。何やらその鬼の見た目はですね、ちょっとこうヨボヨボというか、お年を召しているようなルックスをしております。今回出てきた先生のルックスを見る限り、同一人物の可能性は非常に高いのかなと個人的には思います。その後ね、この過去の回想を見ていきますと、ソンジュが何やら焦っているような様子で、その先生がですね、捕らえられているような描写が映っていることから、このね、考え方を教えた先生を王族やご設計たちはですね、迫害というか追放のようなことをしたのかもしれません。まあ、あの鬼もね、一瞬出てきてかなり意味深な感じでしたから、今回ねこの先生とは繋がるとは思います。もしかしたら後々にまたあの鬼とソンジュとまた再会っていうことがあるかもしれないですね。そして相対する師弟宿命激突ということで、レグラバリマ VS ソンジュが始まるわけなんですけれども、前回ですね、下に愚かな弟よというねセリフで終わっていたので、それに対してエマ・ノーマン・レイがですね、え、弟とびっくりしているわけでございます。下に愚かな末弟よ。ソンジュはですね、一番末っ子ということですよね。わらわを殺すとな、王の子に生まれておきながら古き信仰に囚われ、我らの意に背き、そやつを連れて逃げた裏切り者が。その先生の教えをここでは古き信仰と言ってますね。裏切り者はあんたらだろ、私欲のため守るべき道理に背き、くそったらな約束で全てを歪めた、その上この力を独占抹消しようとしたヘドが出るぜ、ということで、よい、お前にはすでに期待もしておらねば関心もない。そこでムジカがですね、エマ・レイ・ノーマン、今のうちにその子を連れて下がるのよ、ザジのことですね。でもダメだ、まだ動かせないと、動けないことを伝えるわけですね。で、レイがムジカに対して、あの女王は一体ということで、ムジカが、女王レグラバリマには核が二つある、一つ目の核を潰した今、二つ目の核で復活したのよ、ということで、ここで明らかになりましたね。これは初代王より王家に代々受け継がれる秘密の遺伝。ムジカも詳しくは知らないけれども、王族にはごく稀にそういう子供が生まれてくるって、ね、ごく稀なんですね。王族が全員
員この核を2つ持っているわけではなくて、ごく稀にそういう子供が生まれてくるということでした。それに対してソンジはって聞いたけれども、ソンジはその形質は持っていないということですね。他の鬼と同じね。前回まではレウィスが再登場してきて、ソンジと共闘してレグラバリも倒すみたいな考察動画も上げさせていただいたんですけども、ここだとね、戦王の子で核が2つなのはレグラバリマだけとムジカが公言してるわけですよね。ということでレウィスは核を2つ持ってるわけではないと思われてるわけなんですけども、ただここのね文章で戦王の子で核が2つなのはレグラバリマだけと書かれているので、まあ、もしかしたらねこれも裏を返せば戦王の子じゃない子だったら核が2つ持ってる子供も生まれているっていう可能性もなくはないですよね。だから、まあ、レウィスがそこで死体が消えていたっていうことも今後に繋がってくるかなということで、まだ可能性としてはゼロではないのではないのでしょうか。ソンジがですね、嫌な気配だ。いや、もともと近寄りたくもね、化け物だったが、桁が違うと。復活前とはまるで別の生物。これが第二の核、その力？バカな。聞いたことねえぞ、そんな力。まあいい、幸い一つ目の核はすでに破壊済み。まさか、人間が驚いたぜ。ということでですね、人間がレグラバリマの一つ目の核を壊したことに対して驚いております。そしてもう一つの問題となる潰すべき核はあと一つ。問題はその一。それを知るのは女王のみということだったんですけれども、さっきソンジュがドスドスドスとね、槍を投げた時に、その瞬間に女王がわずかに体をひねって、かばった場所があるということで、それが腹だということが明かされました。腹のどこかにあると。ただあの化け物が核を体内で動かせる可能性もゼロじゃないということで、その核が動く前に一撃で確実に撃つということで、素早くソンジュが動き、レグラバリマの腹を一刀両断と。だけれどもレグラバリマはですね、ギーランの配下が持っていた粘着の効力を持っていまして、腹を切ったんですけども、そこからですね粘着がビヨーンとこう伸びまして、槍が抜けんと。そのままレグラバリマの攻撃を食らって下がるソンジュ。そして槍はですね、その粘着によって奪われてしまったわけです。けれどもレグラバリマは案ずるな、返すということで、その槍をね、ソンジュに向けて投げるわけですね。するとソンジュはですね、左腕にその槍が刺さりまして、左腕が切断されてしまいました。そして女王は、確かに我が核は今腹にある。だがそれがなんだ。それを知るとて何も変わらぬ、何もできぬ、何もさせぬ。若く王族の端くれたるお前であろうと、他の何者であろうと、下に爽快と。これぞ力、圧倒的力だということで、今回のタイトルのワールドイズマインにちょっと繋がるような感じですよね。この世界は私のものと言わんばかりの感じでしょうか。世界はすべてわらわのものなのだ。すべての命はわらわの糧。進化も民も敵も人間も親兄弟もすべて誰より食うて誰より強いとね、今までねレグラバリマが食べてきた人間も鬼もすべては自分の糧だと。でもまだだ、まだ足りぬ、まだ食える、足りぬ足りぬ足りぬとのっぺらぼうにも口が出てきました。ついにそしてギュルッとターゲットを変えて、ムジカたちの元に迫り来るレグラバリマ。下がれムジカと左腕をね復活させたソンジュが言いまして、ムジカにレグラバリマ向かうわけですよね。でもピタッと寸止め、一歩も動くことのないムジカ。それに対してレグラバリマが、なんだその顔は、なぜ下がらぬとムジカに言うわけですよね。ムジカはかわいそうに、あなたはなぜそんなにもひもじく飢えているのって言ってですね、涙を流していると。おそらくこの最後のね仮面の目の開いてる部分から少しね涙のようなものが垂れている描写で終わるわけでございます。そしてここの煽りがですね、少女見据えるのはということで、今回の第157話は終わるわけなんですけども、今回振り返るとそのソンジュの過去ですね、教えが出てきた部分でございます。僕は先日ですね、こちらのソンジュが以前に約束を結んでいて、その約束のご褒美で人間を食べれないっていうことになったのではないかっていう動画も上げたんですけれども、今回の過去の描写で先生と言われる存在の人がソンジュにですね、守るべき道理を教えてくれたということが明らかになりました。その先生は捕らえられていた描写はあったけれども、12巻のあの首ティタラで見たお寺で目撃というかすれ違ってたわけなので、生きてはいるということですね。古き信仰は今の現王族とかご設計に、まあ、迫害だったり追放されたような感じでしょうか、おそらく。でレグラバリマの核が2つあることが明らかになりました。戦王の子で核が2つなのレグラバリマだけということなので、戦王の子ではない場合の王族だったら核が2つ存在する鬼もいるかもしれないということで、まだレウィス再登場の可能性も残っているかなと思っております。
あとはですね、このチート級の強さのレグラバリマを一体どう打つのかっていうのが今後の展開的にどうなっていくのだろうかということですよね。そしてレグラバリマに対してこの後ムジカは何という言葉をかけるのかっていうのに今後は注目していきたいと思います。ということで毎回毎回楽しみですけれども、今回も衝撃的な内容でございました。ということで僕だけの意見ではなくて、ぜひね皆様の意見も聞きたいなと思いますので、ぜひ下のコメント欄に感想、考察、自分的な意見とかありましたら、ぜひぜひコメントよろしくお願いいたします。というわけで本日の動画いかがでしたでしょうか。僕のチャンネルでは背景を見てもわかるように約束のネバーランド関係の動画のみを上げております。なので約束のネバーランドが大好きな皆様はぜひ他の動画も見てください。というわけで約束のネバーランドが大好きな皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。役ネバ最高。では、見てくれたみんなありがとう、チャンネル登録してね、 Twitter と Instagram もやってるよ、フォローしてね、また見に来てね。